では解説の方していきます。クローズドガードから、まあ、相手が立ってくるのでこうグリップしていきます。で相手が立ってきた時にすくって これこっち側に引っ張って転がす技術があるんですが、相手がそれを刺して座ってきました。なのでこの手を反対のグリップに入れ替えて、肘を掴んで手をつけないようにしてます。こっち側でその状態から返して、で相手が嫌がって起き上がってくるのに合わせて、この腕に対してハンバーをかけて回りながら逃げるけど、しっかりと腰を上げて決めていくっていうことをやりました。ありがとうございます。